どうも皆さんお疲れ様です。カルミアです。ということで今回もコールビューティーウォーゾーン2の動画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今回の動画で使ってきた武器がこちらのフェネックになります。今回のねシーズン2から弱体化が入ったんですけど、全体ダメージだったりねヘッドショットへのダメージが下がったはずなんですけど、使ってみたらね全然変わりがわかんないぐらい強いんですよね。でカスタムはね一応こんな感じになってます。アタッチメントの調整も入れてます。まずマズルから X10、エイム速度全振りの弾丸速度全振りです。シャークフィンがエイム速度、エイム時の歩行速度全振り。ストックはエイム速度とエイム時歩行速度に振ってます。全振りではないんですけどね、だいたい上の方に上げてます。でシーズン2からねレーザーの方にも調整が入れられるようになりました。ダッシュ後射撃速度とエイム速度に全振りしてます。で今回はラッシュクラのアライクオーバーと2人でねリサージェンスの方に行ってきました。味方もね入れてやってきましたので、ぜひね最後まで見ていただけたら嬉しいです。そしてこの動画、ナイススキルフェネック全然強いやんと思っていただけましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで動画の方へどうぞ。アニメ3個2枚、屋上降りた、屋上降りた。オッケーオッケーオッケー。あれあと、まだまだいますよね。いるいる。あのガチピンの方にも1枚いる。出た出た。どこですか？全然遠いな。この辺今のパーティーは映ってない。ここめっちゃ SMG とかある。武器は今あるから。オッケー。積極的にバウンティーやった。オッケー。で、ショップで買えるから。ガスマゲッチ。とりあえず AR 行ったの買おうかな。オッケー。この家か。あ、危なっ。あっち側にいる。あーまあないけど行っちゃうよと。なんかね、2階みたいな感じの。頑張りよかった。屋上了解。2枚入ってる。
ちょっと当ててる。あ、味方、これおばちゃんだ。ナイス。こっち側に。俺ずっと黄色おばあちゃんかと思ってて違った。ナイスカバー。これショップ上かよ、下か。上か、強いね味方。もうアーマーないよいい加減アーマーない。さっき戦ってたとこまた戻ってきてる。お、結局ここやん。ここめっちゃいい。そうね、多分下入ってるわもうこれ。すげえ音。上やばくないそれ。上は大丈夫。上は大丈夫か。どこで撃ってんのそれ。それやったよ、それやった。右の方はダウン。 OK。ナイスブ。下入ってんのかも。なんかこれ地下じゃない、あのショップ側のやつ。近いよ、こっちも地下っす。真下2人いんな。俺もワンチャン地下か。同じ回やったっすけどね。緑の人撃たれてた。これね。ん？まだ後ろいるこれ。まだ後ろいる。何か。で、あんま入れる。ナイス。これどこいんの？あと一人。地下の道のりがわからん。地下、多分この下から行きます。ミニション出しておきます。うん。おい、なくなった。おい、ナイスー。ナイスー。